はい、皆さんこんにちは。坂木篤でございます。もうすぐ6時ですね。4月は27日の土曜日でございます。ハンギョレに、これは25日に出ていた社説でございまして、韓国銀行の延滞率がここ5年で最高、危機的な家計自営業者が多数ということでございます。まあ前から言われていることなんですけどね、ちょっと読みましょう。韓国の銀行券のウォン建て融資の延滞率がここ4年9ヶ月で最高となった。家計への融資では信用が増し、企業への融資では中小企業に対する貸し付けの延滞率が急激に上がっている。金利が大幅に上昇した上って言って、韓国の金利の上昇は2年前のことですよ。去年は上げてないはずですよ。アメリカに釣られて仕方なく上げてましたからね。去年1年アメリカの金利上がってませんから、韓国も上げなかったんですね。まあでもじわっと響いてきたと、効いてきたということでしょうね。景気後退の影響を受けて返済能力の低い人々が利子を期限までに払えずにいるのだ。多分利子だけでも払ってくださいという人のですね、利子さえ払えないという状態なんでしょうね。さらに借金を重ねて時間を稼ぐのではなく、債務調整の活性化を誘導すべきだ。家計所得が増え、それによって消費が増えて低迷する内需が好転するよう、政府の政策対応の努力も必要な時だ。そんな政府がね、なんかすることですかね、それ。政府にできるのは、まあ、せいぜい金利を低めに誘導することぐらいであってですね、まあね、あとは破産した人に援助をするとかですね。お隣さんもそうですけど、何でも政治に頼ろうとするんですよね。で、挙句の果ては特性例ってあるんですよ、お隣さんの場合は。それ出せとかって言うんですよ。もうそんなんしてる世界こうなるんですよ。金融監督院が24日に発表した2月末の国内銀行の延滞率、1ヶ月以上の元利金延滞率は前月より 0.06 ポイント上昇の 0.51。 こんな大したことないやん。19年5月の 0.51 以来の最高額だ。まあまた戻ってきたということですね。19年の企業への融資は中小企業に対する貸し付けの延滞率が 0.7% まで上昇。家計に対する融資は住宅担保貸し付けの延滞率は 0.27% が安定している。あ、大丈夫やん。信用貸しを含めたその他の貸し付け延滞率は1月の 0.74 から2月は 0.84 と。まあ以下続くんですけどもですね、すでに去年からですね、お隣さんの個人破産みたいなものはですね、急激に増えています。で、まあ、個人はもうすでに始まってるんですね、パリンパリンが。で、それがですね、おそらく今年これからですね、中小企業の倒産が増えていってですね、大手企業の倒産もいくつか出てくると思います。特に建設系、建設系はね、日本で言うたらね、不動産開発会社系、デベロッパー系なんですよね、向こうでは。まあ、建設もやるんですけど、建設会社がデベみたいなこともやるみたいになってて、マンションが去年、一昨年からかな、急激にですね、値段が下がってきてるんでですね、いろんな意味でですね、支障が出てきてですね、経営に行き詰まってる会社がいくつも出てきてます。まだですね、大きな倒産がないのが不思議なくらいなんですよ。まあ、ごまかしごまかしやってるんでしょうけどもですね、そろそろガンガンガンと出てきてもいい頃やと思いますよ。で、国全体ですね、個人消費がよろしくないですね。だからこうやって家計がですね、こう借金返せないという家計が増えてるわけでして、そうするとやっぱり物を買わないわけです。物を買わないとですね、消費が上向かないと、言うとですね、やっぱり景気がよろしくないということになっていてですね、見た目以上に悪化してるんちゃうかなと思いますね、お隣の景気は。で、日本はね、あんまり景気ようないんですけど、日本の場合何がいいかというとですね、失業率が非常に低いんですよ。ところがお隣さんの場合はですね、若年失業率高いんですね。まあこれはね、なんていうか、彼らが仕事を選ぶっていう事情もあるんですけどね。
その日本やったらもう何もやることなかったらウーバーイーツでもやるかってという人結構多いでしょう。向こうはなかなかそうはいかないんですね。いろんな個人のプライドも高くってですね、大学出てウーバーイーツなんかできへんわみたいなですね、そういう感覚やったりしますね。なんでですね、難しいところがあってですね、若者の失業率も高いということでですね、この後ですね、韓国経済はちょっとやばいことになりそうな気もします。で、4月10日に選挙ありましたけどもですね、それまで選挙までということでですね、いろんなものをせき止めていたのがですね、この後出てくるんちゃうかなという気がします。だから個人破産も増えるでしょうしですね、中小企業の倒産も増えるでしょうし、で下手したら大企業のですね、経営危機というのも表面化する可能性があります。決してですね、よろしくないという感じですけども、お隣さんってね、個人がね、その借りてでも消費するというタイプの国なんですね。金がなかったら借りて使えやんって、後で返したらええねんみたいな、そういう発想の人が結構多くって、借金に対するですね、ハードル、心理的なハードルが非常に低いんですね。だからすぐに借金に走ってしまうということになって、それが今返せない状態という感じですね。銀行の延滞率がそれを語ってるんですけども、結構またね、また大丈夫ちゃうかなという気はしますけどね、この延滞率を見るとですね。ただ個人破産とかの統計数字は去年から急激に増えてるという記事を何度か見ました。多分実態もそうなってるんでしょう。これからですね、さらにそれも増えていくと思います。結構ね、明らかとしてる人が多いみたいでして、まあ日本でもね、個人破産する人って明らかとした人が結構多いですけど、苦しんで苦しんでという人はですね、そんなにお見かけしませんけどね。なんで、いよいよですね、お隣さんのパリンパリンもこの後本番に入ってくるんちゃうかということです。で、それは日本にはほとんど影響ありません。まあ全くと言ってもいいぐらいに影響ないでしょうね。日本に何が影響あるかというとですね、あんまりね、日本とお隣さん経済ってそんなに結びつきが強くないんですよ。なんでですね、お隣がですね、どうにかパリンパリンってなったところでほとんど影響ないですよ。1997年のあの時も日本にはほとんど影響なかったですからね。やっぱりね、早くからこうデカップリングをしていたのがですね、良かったと思います。昔はね、日本の企業がお隣さんに工場を作ったりしたんですけども、どえらい目にあって撤退したんですね。だからあの国あかんっていう風になってですね、あの国だけ行ったらあかんっていう風になってですね、早くから撤退していたんですよ。だからそれと同じことが中国でも起こってるんですけどね、中国で工場を作るとえらい目に遭うわけですですね、早く撤退したらいいなと思うんですけど、まあお隣からは早く撤退していたんでですね、まあ事なきを得たのがですね、1997年で、今は本当に物を買ったり売ったりするのが中心になってきて、ですね、まあ日本の一部企業はですね、サムソンに半導体の材料を提供したりしてますんで、そういうところの影響は少しあるかなっていうぐらいで、他はほとんど影響ないんちゃいますか。2019年にの7月にノーノージャパンでお前ら日本のもんなんか買うたらへんみたいな、日本なんか行ったらへんとかって大騒ぎしてましたけど、日本経済にはかすり傷もなかったですね。あ、そうみたいな感じでしたけど、かすり傷もなかった本当に。だからまあ多分お隣がどうなろうとこうなろうとね、もうそれは我々はですね、対岸の火事というか高みの見物というかですね、まあただのですね、あれですね、パフォーマンスを見るような、エンターテインメントを見るようなですね、そういう感じでこう眺められるんちゃうんかなということでございます。一応このですね、ハンギョレかな、これはハンギョレの今読みかけましたページを貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。